リリンハローパラレールリニパラレルのリントです。はい、本日はですね、リントさんってペットいろいろ飼ってますけども、まあ、なんかそこそこ動物の知識ね、いろいろあると思うんですがみたいなお話をいただいて、で何かきっかけがあったんですかとかっていう形で、なんかそういうふうに調べるっていうので、質問があったので、なんて言うんでしょうか、私が動物をこんだけ好きになった生い立ちじゃないですけども、その話をちょっとできたらなと思って今回動画を回しております。多分長く語る動画にはなると思うんで、ご了承ください。できっかけはですね、それこそ小学校、中学校、高校とずっとまあ動物を飼育したりだとか、あとそういうことを調べるのが好きだったっていうところかなと思います。まず最初にね、飼ったのはね、記憶にあるところだと小学校低学年の時にハムスターですね。オスとメスのハムスターを飼って、で、まあその子たちが、まあ、自然と繁殖して子供が生まれて、で、はーちゃんとたーちゃんっていう名前だったんですよね。あれつけたのは多分、母ちゃんかな、うちのお母さんがつけてて、ハムスターのはーと、ハムスターのたーで、はーちゃんとたーちゃん。で、なんか、子供たちが生まれていろんな名前つけてたと思うんだけど、子供たちの名前は私はちょっと覚えてないんでね。みなみっていうのがいたっていうのは、なんか記憶にある。4匹ぐらい生まれたんだよ。でも、その、喧嘩したりとか、小食いがあったりだとか、いろんなのをね、その時点でもう体験しました。生まれたちっちゃい状態のハムスターの子供を食べちゃってるっていうのもあったっていうのも聞いたし、多分、で、見てるし。で、その、次の年ぐらいかな、ハムスターを飼ったと次の年ぐらいに、弟がね、生まれてるんですよ、夏に。私が小学校2年生ぐらいの夏かな。で、その時に、一回家離れてて、その夏休み、子供がっていうか、弟が生まれる時期で、で、母ちゃん入院してて、で、家にいないからっていうのもあって、ばあちゃん家にね、いたんだよね。で、ハムスターちゃんたちと離れてて、で、戻ったら、私、アレルギー性鼻炎をね、発症しまして、ハムスターが原因かどうかはちょっと定かではないんですけども、クシュン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 。で、その結果、ハムスターたちがばあちゃん家に行くっていう、私と入れ替えでばあちゃん家に行くっていう感じですね。で、その時もね、ハムスターだけじゃなくって、なんか保護した鳥ちゃん、怪我してる鳥ちゃんを一回保護して、ちょっと、怪我をね、治してあげたりみたいなのをちょっとして、すぐ、自然に返したりとか、なんかそういうことをね、お父さんと一緒にしてたんですよ、うちの父ちゃんと。で、その次の年ぐらいにね、緑亀を飼い始めて。で、緑亀を飼い始めた時期から、なんか、なんて言ったらいいの？毛のない動物なら飼えるんだっていうことを知って、で、親も熱帯魚飼育をちょっと一緒に始めてて、で、熱帯魚、出て、だからそのお世話とかもね、手伝わせてもらって、温度管理がこうなんだとか、水合わせがどうだとか、あと一時期ね、海水の生き物も飼ってて、その海水の作り方を見て、わ、大変そうと思って、管理って意外としっかりしないとなんだなとか、まあ、あと、ろ過装置の話とかね、こう水槽のやつを見てて、あ、水槽管理するの大変そう。で、全部やってたのがうちの父ちゃん。で、そこを母さんと私が手伝ってて、ああ、なんか毎回大変そうだと思って。まあ、ただ、水槽のレイアウト作ったりするのは、こう、楽しそうで見てたんだけど、いたのがね、ネオンテトラとか、まあ、有名どころが多いかな。ネオンテトラ、あと、クラウンローチ、コリドラス、なんだっけ、コケ食ってくれるコリドラスとは違う、なんかコバンザメみたいな感じの熱帯魚、名前忘れちゃった。うわぁ、名前忘れちゃった。なんかね、壁にペタってくっつくタイプのね、熱帯魚がいたの。あと、逆さナマズ。逆さナマズとかね、4匹ぐらいいたね。
ブリッブリに育って大きくなってたね。逆さナマズはね、最後の最後ぐらいまで生きてたかな。最終的にね、熱帯魚をうち実家ではね、飼わなくなっちゃって、今熱帯魚じゃなくてワンちゃんがいるんだけどっていう状況だね。熱帯魚がそうやって行って、で私が近くの山で山椒魚が取れるっていうことが分かり、山椒の卵を捕獲して飼育をしてみたりだとか、あとはアルビノのね、めったにいないと思うんだ、野生で。ただアルビノの青大将がいて、その青大将をこっそり押し入れで育てたり、あとはカナヘビ、日本トカゲはね、北海道多分いないよね、見たことないんだよね、日本トカゲはないんだけど、カナヘビ、まあカナチョロと呼ばれたり、どっちで呼ばれるんだろうね、カナチョロなのかな、カナヘビなのかな、まあカナヘビをね、日本トカゲとはまた違うトカゲちゃんね、をこう野生のね、ワイルドの個体ですよ、を捕獲して飼育したり。ただカナヘビに関してはね、餌がやっぱり生き餌じゃないと全然食べなかったから、なかなか大変だなぁと思いながらカナヘビ飼って、あ、でもその時あれだ、山椒魚に赤虫を与えてたのもあって、その赤虫をね食べたんだよね。そうそうそう、赤虫あげたらカナチョロが食べてくれて、チョロって名前つけてた気がするな。でカナチョロを捕まえたりとか、あとはそう、イモリと山椒、イモリもね、そうだ、赤原イモリをどっかのねショップで買って、ほんとね400円とかで売ってたかな、赤原イモリ400円ぐらいで買った赤原イモリと、今うちにいる子とは違うくらい結構真っ黒なタイプの沖縄シリケンイモリを買ったね、1匹。シリケンイモリのもの800円とか900円とかだったんです。自分のお小遣いで買ったね。で一緒にご飯買って、なんか1000円ちょっとだった気がするんだけど、赤虫の冷凍のブロックも一緒に買ったのかな。そうそうそう、で一緒に飼育してて、でクワガタとかもねちょっと飼育してて、まあミヤマクワガタがね、ミヤマがめちゃめちゃ取れるんだよね。であとコクワも育てたしょ。で弟がね、その時に虫キングにハマってて、そのタイミングでね、コーカサスオオカブトがそんなに高くないで売ってて、ホーマックとかでね、売ってたんだよね、あれね。で、ホームストアで買って、そのホーマックで買ったその子を育てたりだとか、あとは、コーカサス以外だと、あ、そうそう、小学校のね、6年生ぐらいの時に、何かはちょっと詳しくわかんないんだよね、今もちょっと記憶でしかないから、多分ね、なんかのリクガメ、なんかのリクガメなの、リクガメなのは覚えてるんだ。リクガメがその捨てられてたと。でその夕張の市役所、夕張なんだよね実家は、の市役所の方でおばあちゃんがね連れてきて、でおばあちゃんからもらってうちでちょっと飼ってて、ただ私がね、その時がきっかけかも。知識が本当に乏しくて、リクガメも普通にそのまま飼えると思ってたんだよね。温度管理とかそういうのに関して全然知らなくて、私が、で親もそんなに詳しくなくて、その時はで飼ってて、あれがね8月とかね9月にうちに来たのかな。でね、冬が来始める時期に、そう、私たちの落ち度なんだけど、ベランダの手前の窓のところにね置いてたんだよ、ずっと。で日光浴好きそうっていうので、その辺に置いといたんだけど、だんだん寒くなってきてね、そこの気温が、するとなんかね、風というか、なんか鼻水垂らしてて、で風邪なんじゃないかみたいな感じになって、でその時に亡くなっちゃったんだよね、リクガメが。でそれがあった時に、そのちゃんと調べなきゃなっていうのをすごい思って、でなんかの図鑑をねもらったのか買ってもらったのかがね覚えてないんだけど、
図鑑をもらって動物図鑑みたいのを、しかもなんかね結構分厚い学術書に近い感じの図鑑をもらって、それで一生懸命ね調べたんだよ、いろんなことで。例えばどういう祖先がどうのとか、そういうのを見て、で本当独学でそういうのをやっていって、で中学に入った時にペットを飼育するっていうこととか、そういうことへの興味がすごく深くなって、でその時になんかね学校の総合授業みたいので自分で調べ物をして発表するっていう会があったんだけど、その調べ物をする会でいろんな動物の飼い方っていうのを調べて、でプラスなんかクラスにねの人たちにあのアンケート取って何飼ってみたいかみたいな、でその時にこういう餌をあげるといいだとか、こういうものを食べさせてみてほしいっていうところのなんか調べ物をねしたんだよ。でそれをねやっていくうちに、あだ名が博士になって中学の時はね博士っていうあだ名がすごく嫌いだった。まあ、動物博士っていう意味の博士だったんだけど、なんかすごくそれが嫌いで博士って呼ぶなみたいな感じでね言ってた記憶なんだけど、今になって思うと中学で博士って呼ばれてたって考えたら、あーすげえなって、なんかちょっと逆に光栄に思うというかね、そんな気持ちにはなりましたね。うん、今こう動物をいろいろ飼っていて博士って呼ばれることに関して、ああ確かにって思いながら飼育はしてるんですけど、でまあそういう感じでこうあって、でなんで今その仕事をしてないかっていうと、高校の時かな、高校の時にちょっときっかけがあって、まあ、吹奏楽ね高校やってたんですけども、あるこう一時の期間で吹奏楽がちょっと嫌いになった時期もあったんですよ。好きだったはずの吹奏楽音楽っていうのが、まあ音楽と動物が好きだったんですけど、まあ動物関連のことをね高校でやれることはなかったので、それはもう独学でって感じだったんですけど、高校の時もまあいろいろ飼ってましたね。まあその時はイモリとサンショウだけかな残ったの。アルビノのヘビに関してもやっぱり早くなくなっちゃったしね。サンショウとかもいたけど、やっぱりその幼体の状態から育てていくっていうところ、そのオタマジャクシから育っていって足生えて、で足生えてから上陸してっていうところまでは行っても、上陸した後に拒食が起きたりだとかっていうのの対処がね、あの時はまだできなかった、全然できなかったね。でまあそんな感じで飼ってたんだけど、高校の時のその吹奏楽の時に好きなことをやってたの、嫌いになったのを経験した時に、一番好きっていうのを仕事とかにしようとすると多分嫌いになると思って、私が。でそれはね仕事ではなかったんだけど、吹奏楽ってね、でもなんだろう、高校の私の生活上メインだったんだよね吹奏楽が。で本当に吹奏楽をメインでやってたんだけど、ちょっとやっぱり嫌いになることがあって、だからその時に好きなことを仕事にするのはちょっとダメかもって思って、その次に好きなことってなんだろうってなって、ちょっとこう映像を作ったりとかっていうのに興味があったので 3D の専攻でね専門学校に入ったんだよね。でだからね、生物学的なことを詳しくこう学校で学んだことっていうのはないんだよね。ただ正直今思うと、しっかり学校で生物学的なことを学んでおいた方が仕事につながったんじゃないかって思ってはいます。全くねそっちの業界とかそっちの道はね目指さなかったね。なのでね普通に動物を飼っているっていうだけになってるんだけど、で特に販売とかもしないから、なんかそういう資格を取ろうっていうことも全然考えてないし、今もね。本当に好きでペットをね、飼育してるっていう状態。有名 YouTuber さんとか、爬虫類系の YouTuber さんとかだとね、
動物取扱業を実際に得得してる人とか結構いると思うんだけど、私は本当に飼ってるだけになってるね。まあ、取扱業も取ろうと思えば取れるっていう話らしいんだけど、そうなんだっていう感じですね。うん、で、まあ、専門学校はそういう感じの 3D の専攻で行って、まあ、仕事としてはその後すぐじゃないけどね、 3D のお仕事もさせていただいて、初音ミクの PV とかね作ってエンドロールに載せていただいたこともあったんですけど、ほんとそっちに進みながらも、社会人になってからも、あれあると一時をきっかけにうずらを買い出したんだよね。ペットショップでね1000円で売ってて、ケージ作ったらいけんじゃねえと思ってうずら買って、でそのうずらを買ってから人工孵化できんじゃないかなと思って、人工孵化試したりとかで、できるんですよ。できたんですよ。しかも人工孵化して、冷温庫、冷蔵も保温もできる冷温庫ってポータブルのやつあるじゃないですか。あれで温度を管理して、展覧機をね自分で作ったんですよ。で展覧機に何常設させたのが熱帯魚の時間で餌をあげる制御できる機械あるじゃないですか。あれの時間制御の部分の先っちょの回る部分に卵を回せる仕組みを作って、自動展覧機みたいな感じで展覧させるようにして作りましたね。それで実際に数十匹飼えてますね。スーパーに売ってるうずらの卵とかでも孵化します。本当に何個か有精卵混ざってるんで、うずらのオスメスの判別っていうのが結構難しいだよね。私もねちょっと分かんなかったし、分かりきるっていうのがねなかなか難しくて、しかも多分ああいう牧場とかだと特にだと思うんでね、まあそういうのもやってて、でその後まあシマリス飼ってたりとか、あとはウーパールーパー飼ったりだとか、あとは友達がフェレット飼ってて、フェレットを預かってうちでちょっと飼育してたりとかかな。であとハリネズミ飼ったりとかしてたのかな。でハリネズミちゃんが亡くなった後に2年間ぐらい空白の期間があるんだよね。全く何も飼育してない空白の期間があるんだけど、その空白の期間で空白の期間が過ぎたあたりでフクロモモンガちゃんをお迎えして、でそっから気がついたら約1年ちょっとでこの量になってるっていう、なんかいろんな巡り合わせがねあって、その友達から譲ってもらった子もいれば、まあ、しっかりペットショップで買った子もいれば、野生でね捕獲した個体もいれば、野生で捕獲したのはまあ山椒だけだけどね、いれば、あとは保護した子もいればっていう感じですね。そんな感じでうちの子たちが増えています。なんかの巡り合わせだなと思っております。はい、まあ、そんな感じでね飼育してって感じで、まあ生い立ちの部分と今までの部分をちょっとお話ししたんですけども、本当小学校の時がきっかけかな。その爬虫類系を好きになったのはそれこそアレルギーになってからかな。毛のついた動物がダメだって思って、毛のない動物ってなった時に爬虫類だね。であとよく動物園にね連れて行ってもらうことが多くて、丸山動物園にね行かせていただいてたんですけども、その時に本当爬虫類館、最近大きくなったんだけど、まあ、爬虫類館っていうよりは爬虫類熱帯館みたいなところがあって、そこでね爬虫類を見てすごいなぁいいなぁみたいな感じで、その爬虫類熱帯館のところではなんか蝶々が飛んでたりとかね、いろんなそうアゲハチョウが飛んでたりとかねしたんだよね昔は。でそこにね、そうそうそう、爬虫類館も良かったんだけど、そこにインドオオコウモリがいて、まあ、今もしペットで飼うんだったら多分ルーセットオオコウモリになると思うんだけど、まあ、インドオオコウモリもねフルーツバットなんだよね。でインドオオコウモリがいて、
その時にね、インドコウモリがすっごい飼ってみたいと思って、なんか死ぬほど調べた記憶はありますね。うん。めちゃくちゃ可愛かった。でね、それ以降、そのインドコウモリをお迎えしたいってずっと思ってるんだけど、中学の時に一回ペットショップでね、インドコウモリだったと思う、あの時は。を見た以来、コウモリ見てないのよね。レプタイルズショー関連って一回見たことがあって、お迎えできるお値段だったんだけど、なんて言うんだろうな、もう先に売却されてたっていう状態でね、クソってなったんですけど、うん、とかね、そんな感じだったかな。うん、まあ、ずっとね、今もコウモリは飼ってみたいです。ただ今コウモリ飼っても置く場所ないね。どこに置こうかなって感じだわ。ケージちゃんと作らないとね、まあ、もし作るとしたらあの上のところ、でもあんな上のところだと私がか、あの関わるじゃねえや、触る干渉するのが難しくなるね。ただでさ、あの春とうららのケージがちょっと高い位置にあるのにね、もしくはあのレオパとかいるところをちょっと改造してって感じかな。でレオパの位置をちょっと変えたりとかになるのかな。うん、まあ見つかったらっていうお話ですけどね。うん、まあそんな感じで、まあほんと小学校からずっと動物が好きでっていう感じですね。ただ好きなことをね、仕事にすると嫌いになりそうっていうふうに思った瞬間に、そういうことを学んでなくて、ちょっと今後悔してますね。あの、学んどけばよかったかもなーなんて思ってます、今は。うん。なんかペット関連の仕事をするでもいいのかなーなんて思いながらもね。どうなんだろうね。ペット関連のお仕事にしちゃったら嫌になることも増えるのかな。そのあたりはね、ちょっとわかんないんですけれども、それはまあゆくゆく考えます。ペット関連の仕事をしたいかどうかっていうことに関してはね。でも、まあ、ペットちゃんたちというか動物のことはすごい好きで、私は基本うちの子ペットとは呼んでますけど、ほぼほぼ家族なのでね。そう。うちの子たちなんですよ、本当に。なのでね、この子たちの幸せを願いながら、その子のためになるようにとか、あとはまあ、家族だからこその信頼関係があって、まあ、レオパとね、あの、シシバナヘビを一緒に遊ばせたりとか、特に危険なこととかもなかったりするので、その子、その子によっては。そういうのもね、見ながらやってますね。なんかね、あれですね、そういうきっかけがあって今があるという状況でございますね。まあ、私がね、ペットのこういう知識とかペットが増えたりだとかっていうのは本当多分培ってきたものかな、昔から。で、今があるっていうイメージの方が分かりやすいんじゃないでしょう。感じかな。うん、まあ、私のね、うちのこう動物に関してっていうところはそんな感じのお話ですね。いろんな生い立ちがあっての今って感じでございます。で、今これだけね、あの増えてますけども、私のお家内で無理のない範囲ってところですね。一応賃貸にはなるので、大きい動物っていうのはね、なかなかその壁を傷つけたりだとかっていうのがあるので、そういうのはできないんですけれども、あの、なので小動物が多めですね。あの、まあ、一個大きくなるのいるけどね、サバンナモニターっていうね。まあ、いるけれども、まあ、基本的にはそういう感じで、うちはお迎えして、現状があるという状態になるかなと思っております。あとは、まあ、変なことがなければ増やすことはないんじゃないでしょうかね。まあ、袋ももんかちゃんはもしかしたら繁殖はね、するかもしれないですけれども、繁殖がちょっとあるかなぐらいで、他に関してはほぼほぼ特に何かしようとは思ってはいないですし、
まあ、レオパはね、あのご夫妻がね、あのいるので、そこが卵を産んでくれたら、あの繁殖してみたいなっていうぐらい、一応繁殖しても大丈夫なんで、ケージは用意してあるんですけども、っていうところかな。うん、まあ増やしたりはしないですけど、まあ動物に関してっていうところは、まあそんな感じのお話でございます。ほんと生い立ちですね。はい。うん、きっかけというか生い立ちがあったからこそ、それ生い立ちがきっかけかもしれないですね。実際にね、動物の、なんだろうな、資格を取ったりだとか、いろいろ考えて、仕事につなげてみてもいいのかな、とは、今、最近、思うようにはなりましたが、実際は、どうかな。普通に事務関連のパソコン使った仕事をするかもしれないですね。ペットちゃんは、うちの子たちはうちの子たちで、で、それ以外の動物関連のってなったらね、あんまり感情移入しすぎると、それはそれで良くないと私は思うので、うん、その、例えば飼育員とかってなった時にね、飼育員だったらいいのかな？飼育員だったらもうそこの子だから、家族っちゃ家族だもんね。うん、飼育員さんとかだったらいいのかもしれないですけど、ペットショップとかだとね、お迎えをしてもらう時に、なんだろうな、飼い主さんにもしも私が不信感を抱いてしまうとね、私がお客を選ぶという言い方になっちゃうから、あんまりお客を選びすぎるとね、うん、経営として成り立たなくなっちゃうから、そう、なんか、まあでもいるんですよ、たまにこの人知識あんまりというか世話しきれないんじゃないか、危ないんじゃないかみたいな人とかね、いるんですよ。お金あるから買いますみたいな人とかね。もしそういうところに行っちゃうと、結局不幸になっちゃうなと私は思うので、なんかそう、幸せにね、みんなが暮らしていけるようになってほしいんですけど、そうはならない可能性もこうね、垣間見れちゃうと、どうなのかなとかってなっちゃうから、ペットショップ系は結構多分私には向かないかな。うん、やっぱり事務系なのかな。まあその辺は自分のお話ですね。はい。っていうところでございます。ほんとね、まあそんな感じで、うちの子たちと戯れております。それこそこの YouTuber として、まだ全然私 YouTuber と名乗れるほどじゃないんですけど、チャンネル登録者も400ちょっとぐらいなんで、あれですけれども、このチャンネルがね、ほんと、例えば1000名ぐらいまで伸びていって、チャンネル登録が爆増していくんだったら、YouTube をメインでね、食べられるように頑張っていきたいなとは思いますけども、それはまた夢の、また夢みたいなお話なので、チャンネル登録していただければ嬉しいですけれども、そうは行くものではないので、はい。そう簡単にチャンネル登録っていうのはね、そう簡単にファンが増えていくっていうものでもないので、そこはまた違うお話なんですけども、ちょっとでもね、いろんな方に見ていただけるチャンネルで、そして皆さんにね、少しでも動物ちゃんたちの幸せってどう考えていくといいのかなとか、なんかそのきっかけに私の発言がなればいいなと思っています。正直、このペットをお迎えする時もそうですし、お迎えする前の状態でもそうですし、どこかが悪いなんていうことは特にないんですよ。皆がみんな知識なくて悪い部分っていうのはあるので、で、まあ動物ちゃんたちって喋れないからこそ、飼育してる側が寄り添ってあげなきゃならないし、飼育する前だったらペットショップの人たちがちゃんと寄り添ってあげないとならないし、健康を維持するっていうのはね、そういうところが大事にはなりますし、まあ、ペットを飼うこと自体がね、人間のエゴではあるので、人間のエゴとしてペットを飼うっていうのであれば、で、あと繁殖をさせるというのであれば、それ相応の、まあ、覚悟を持ってやらないと、そのね、迎えられたペットちゃんたちが悲しい目に遭うだけなので、まずは私はそこが重要かなってずっと思ってるんで、まあ、なんかそういうのをね、皆さんにお伝えできるチャンネルになっていったらいいなと思ってます。うん。なんか少しでもね、皆さんがペットを飼う上で、ああ、こうしてあげるのも一個の手なのかなって、
ペットの飼育の仕方に関しても正解はないと思うので、私の飼育の仕方が正解だとは思ってないです。ただ一個言えるのは、私のこの飼育の方法でみんな幸せに暮らしてはくれてるのでっていうところですね。なのでペットの飼育に関して正解はないんですけど、私の中での正解に近いものと思って飼育してます。なので私の中で間違った飼育の仕方をしていたら、それはやっぱり改善しなければならないところなので、はい、そこは改善しながらというところですね。なんでなんかそういうのをね、私のチャンネルを通して皆さんに知ってもらったりだとか、うちの子たちが幸せに暮らしている状況をね、なんか共有できたらいいなという状況でございます。うちの子はね、こう友人から譲っていただいた子とか、あとは保護した子とかもいるからこそ、なんだろうな、悲しくないんだよ、幸せなんだよっていうのをね、みんなに、その動物ちゃんたちにもね、分かってほしいのでやっていますね。はい、なんかちょっと話がまとまりませんでしたが、まあ、私がね、動物ちゃんに対して、動物ペットに対してっていうところの、まあ、いろんなきっかけとか、いろんな、なんだろうな、知識の部分っていうのは、まあ、生い立ちがあってなんぼっていうところでございますね。本当に一個ずつ一個ずつ培ってきたものが今成果として、まあ、こんな感じでね、なってるっていう状態ですね。なんで私は全然こんだけいても、今 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12匹いるけど、12匹いても何も苦でもないし、でいろんな種族のね、まあ、トカゲがいたり、ヒョウモンとか、まあ、ヒョウモントカゲもどきもトカゲか、がいたり、ヘビちゃんがいたりとか、サンショウとかがいたり、フクロモモがいても飼育をできるっていうのに関しては全然苦でもないし、でみんな飼い方っていうのは それぞれ違うけど、それも全然何一つ苦ではないので、本当それはもう経験値ですね。今までの知識のおかげでございます。はい、なんかそんな感じで話がまとまったかな。はい、30分ぐらいね、長々とお話ししておりましたが、私の動物への知識に関しての部分とか、きっかけとかっていうのは、まあ、生い立ちが全てでございました。はい、なんとなくお話が伝わればいいなと思います。はい、もしよろしければね、チャンネル登録、高評価、そして、各種 SNS、Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、そちらの方もご覧いただけますと幸いです。また、前にもね、たくさん動画上がっておりますので、よかったらそちらの動画を見ていただけますと幸いです。それでは、また次回の動画でお会いいたしましょう。ということで、ピートでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。